もう待ちに待ったほったらかし、もう最高です。眺めがまさかの真夏日梅雨時期やから雨かなとか思ってきたけども、37度超えの真夏日です。暑い。まあ関西からこのドア1枚で来れるんですけどねあっという間やったわ近かったな。近い。もう開けたらもうほったらかし。もうキャンプ場やでありがとうドラえもん、ありがとうで、もうサイトいろいろあるんやけど、今回泊まるサイトは、はい、こちら頂上サイトの3番になります。多分一番いいサイトちゃうかな、この頂上っていうのは。もう目の前にまさかの富士山、ありがとう富士山さあ暑いけど早速設営していろいろちょっとサイトも見たいし、いろんなサイトめっちゃ広いな。しかし広い、うん、めっちゃ広い。あの受付がおしゃれなんですよ。おしゃん、びっくりしたな。うん、なんか、なんやろ、うちら関西に慣れてるからかしら何？関東に近づくにつれてこれおしゃれさが増すっていうびっくりしたな。なんかちょっとちょっと恥ずかしかったまあおしゃれ。とりあえずあの設営頑張りましょうか。ちょっと暑いですけど、うん、ドラえもん設営お願いしますまあ今日はもうドラえもんの力を借りて、借りながら設営していきましょう。行きましょう。行きましょう。じゃあドラえもんの元へ行ってきます。Take a real close look now. As soon you realize, you don't know what's coming down. I got you hypnotized. Take a real close look now. I'm gonna show you how. I'm about to get down. So keep it up right now. So keep it up.ペグたちが入ってるケースどこな？それ和室の棚やな使わへんペグの袋を全部和室の棚に入れて、うん、使うなこれ。使うな紐は全員あとは使うで。横張り上げ用の紐も足りひん。1本しかないな、うん、それ二股？二股。これは二股。これは二股になってないやつ。どうしたい？これとこれで何とかする？何とかしよう。何とかしよう。やりましょう。とりあえずそれやりましょう。じゃあ、はい。それがキャンパーの知恵と経験でしょ。ペグ足れるかな。でもペグは全然足れると思う。ほんま？よし。キャンパーの知恵と経験で何とかしよう。
ぎると思ったから急遽テントスさんで iPhone の扇風機買いました。 iPhone Extreme 超かっこいいんですけど、ほんまクレームは狙って行ってんけど、入荷日が遅れてるって言って、で代わりにこの iPhone Extreme 見つけたんでちょっと買ってみました。充電式で、この高さも調整できてね、カメラみたい、カメラの三脚みたい。おお、これが 1? おっ、強い強い。これが 2? うーわ、こりゃエクストリームだわ。3やろ。うわー、強いで、めっちゃ。これでもう夏も大丈夫ですね。うん、もうこのままつけとったらドライアイなんでこれは2ぐらいで十分やな。うん、これぐらい。あ、涼しい。いい感じですか。うん、めっちゃ涼しい。これあれやんな、三脚じゃなくてカラビナで上から吊るすこともできねえな。めっちゃ良くない？これは夏を乗り切る最高のギアじゃないでしょうか。ちょっと涼みながら富士山見まーす雨降ってきて、もう5時やし、うん、晴れてんのにな。はい、まあめっちゃ異様に暑かったからスコールみたいな。タイっぽいっすね。まあこの雨でちょっと温度下がってくれたらいいな。ちょっとカフェ行きたかったんですけど、うん、断念しました。無駄だよ、お茶なって。雨降ったんだ。雨ひどいな。くらってよろ。カフェの代わりにね、飲もう、これこれ、クレパスラムネ。クレパスだ、それクレパスの模様やろ、これ桜クレパス。あ、こっから雨入ってくる。これでそれでいきますか。あれたら先に飲むな、一番最初に。はい、あなた、はい、こっちの人やろ、これ。かわいい。で、ハーフがめっちゃ軽いねんけど。赤色ね。晴れてる日に並べてくれた。並び方の準備だ。いや、闇の豪華に分かれてる。色そう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 、うん、そうそう。いくで。うわ、やはりか、はい、すごい、いや、めっちゃ出てくるうわー、やば、あふれるねんけど、めっちゃ買った。しかもどんどん出てこんねんけど。あ、入れちゃ入れたよ、もう入れるで、うん、うわ、綺麗。貼れたのはどうかな。絵の具みたいおめっちゃ絵みたいやな。匂い匂ってみて。え、何味これ。開けていいの。え、サイダーじゃないねんけど。そう、何味。え、ハルタン、ハルタン、やめて。何の味やろ。なん、なん、キウイじゃない。ブルーベリーっぽい。確かに結構これ近い。押さえて。じゃあ上からグーって。そう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 、上手上手上手。おお、綺麗な色してる。わあ、綺麗な赤やな。すごい綺麗。ワインみたい。え？青と同じ青。え？うそやん。
食べ青と同じに違う、分かれへん、やばいやん、もう見て虹が二重に出てる、ほら、お、見て、うわ、すごいな、虹出てる、ほら、2本あるで、虹、やばない、こんなことある、雨降ってるけど、あそこだけ晴れてるみたいな、虹出てる、綺麗に撮れる、すごい、これがあれ、ほったらかしのいいとこほったらかしキャンプ場のいいとこやんな、虹をちょっと上手に撮り方わかりませんけど、ゴリゴリさん教えてくださいヤストさん教えてくださいいいかげんさん教えてくださいだけ異様にでかいっていうやつ、いいですよ、でもやっぱり見て、こっちお肉入れていきましょうか、焼いちゃいましょう、お肉焼いちゃいましょう、楽しみに、あれこれ缶入ってへんやん、ガスこれでいい、壊れてまうで、そうだ、壊れてまうで、私も焼いてみたいな、焼いてみたい、アスパラ行ってみようか、よし、アスパラもない、長いぞ、アスパラめっちゃうまいよ、ね、アスパラ好きやね、長いぞ、やば、絶対うまいやん、いや、アナウズマシってそんなに苦い、何すごない、だって、みたい、もうめっちゃいい味する、やばいな、これはもううますぎてやばいです、やばい、
あとで気をつけて。パンチギアイフ。マジで。相当やな、それ。ハサミ、あ、ハサミ持ってるの忘れたな。やばい。フォーク。包丁で切った方がいいんちゃうか。キロカフーちゃん、こっちは。うん。熱い。気をつけや。こっちだね。ネギも切った方がいいか。切れたね、ずっと。ありがとう。これでいい。うん。うまい。味付け足りんかったらもくもくとろと、あ、もくもくとろとかけた方がいいかも、ふーちゃん。これも切るね。ありがとう。はい、どうぞ。ありがとう。怖い怖い怖い。これふーちゃん、これ塩パラパラっとね、かけすぎたら辛いかな。あらめてー、豚バラ最高やな。かけた状態で渡すのは何がいいですか。煮掘りか塩か、うん、しかないです、うん、じゃあ煮掘りでいいや。折れ合いがギリいけるかも。じゃあ折れ合い入れてこうへんかった。実は折れ合いなくなったんですよ。あ、この辺売ってんじゃん、どっか。あ、折り合い、うん、マジヤオコーやったっけ。ありえんな。あ、待って、ハルハルタが鶏肉気に入ってる。すげえ。私まだ食べてない。ママの食べる鶏肉がなくなってしまうやん、ハル。ふーちゃん、お皿。はい。折り合いをふんだんにかけたネギでございます。あ、怖い、熱い。はい、ありがとう。はい、ハル、熱いかもね。お礼、食べたら。いただきます。うん、おいしい。どう？パルタ食べる？お礼。あ、入れた。手をかけて。前歯ですよ。まあ、お礼。うん。いや、結構マジなのかな。うん。そんな印象は受けへんかったけど。このジャンプですごいな。No。ど真ん中。時間でも見てられる。気温も抜群に、ね、過ごしやすすぎる。風も止んで、うん、今ちょうどいいな。なんか富士山が遠のいてった気がする。頂上サイト、頂上サイトやばい。プライベート感すごいよ。すごい。やばいな。帰りたくない。住みたい。住みたい。住んじゃいますか。住んじゃいましょう。